Let's go. 83.0 and 78.6. FM Fuji. 25th anniversary. With you. I love it. With you.FM 富士をお聞きの皆さん、こんばんは。ホノルルラジオケースをお聞きの皆さん、アローハー、小柳ゆきです。先週はこの番組の後、久しぶりに朝まで飲んでしまいました。それでは行きましょう。小柳ゆき I'm fun エリア。改めましてこんばんは、小柳ゆきです。東京代々木の FM 富士スタジオビビットから今夜も生放送でユーストリームと連動してお送りしてまいります。先週ね、この番組の後ですね、現場マネージャーさんがですね、実は5月いっぱいで別の方に担当になるということで、はい、送別会があったんですね。はい、で送別会をやって、まあ皆さんね、もうぶっちゃけぶっちゃけで久しぶりに朝まで行きましたけれども、まあね、ちょっと一次会のね、代々木のワタミでね、ご飯食べさせてもらったら美味しいですね、ワタミで。話も弾みましたけれども、そこまでは良かったんですけれども、二次会のね、麻布十番あたりからはまあもう皆さん酔っ払って、私ほとんど覚えてないですよ、実を言うと。はい、もうすぐ私記憶なくすんですよ。飲み始めてのからもうほとんどないないもんですから。でもね、先週ね、占い、美人占い師の星ひとみさんがね、結婚期とかいろいろね占っていただいて、でそこからの流れもあって、こう皆さんの恋愛話に火がついちゃいましてですね、もう恋愛トークで盛り上がって、恋バナですよ。もうなんか高校生のようなノリだったんですけれども、ほとんど送別会は関係なかったんですね。うちのね、その女性マネージャーさんはね、ちょっと元彼のね写真なんかをね、みんなに見せてくれたりとかね、そういうね、楽しいあれでね、盛り上がったんですけれどもね。はいね、でもちょっと寂しいですよね。あれですよ、それこそツイッター見てくれてる方はわかるかもしれないんですけれども、ツイッターで、フロムスナップで書いてくれてる方がね、外れちゃうんですよ。そうなんですよ。なんでね、ちょっとね、残念だなーなんていうこともありつつでね、送別会やったということなんですけれどもね。このね、次の現場でもね、彼女だったらもうつがつやってくれますよね、間違いないと思います。応援してますよ、頑張ってください。さて、この後はなんと初ライブが日本武道館、今月ファーストアルバムをリリースするアースマインドがゲストに来てくれます。ということで、 FM 富士とホノルルラジオ系図、日米2つのエリアでお送りしていくラジオ番組、小柳ゆき I'm fine エリア。オープニングナンバーは小柳ゆきでジェットコースター。 FM 富士 and Honolulu Radio Keizu presents Yuki Koyanagi I'm fun area。FM 富士とホノルルラジオ系図、2つのエリアで放送しています小柳ゆき I'm fun area。 さて、スタジオにゲストをお迎えしました。それでは自己紹介お願いします。はい、アースマインドのボーカルエリナです。ギターのオミです。よろしくお願いします。はじめまして、お願いします。アースマインド、素敵なグループ名ですよね、アースマインド。ありがとうございます。ちょっと改めてグループの名のちょっと意味なのか、アースマインドのアースっていうのがみんなのって意味で、マインドが気持ちとか思い、みんなの思いを歌声にしたいっていう気持ちから、アースマインドってグループ名にしたんですけど、いい名前なんですけれどもね、なんかもう初ライブが武道館というのもすごいですよね。そうなんですよね。デビューしてちょうど5日後5日、4日後かな、リリースしてから。そうなんですよ。それまでにこうライブはされてなくて、全く、はい、大変ですね。何がなんだかこう分からない感じ で、 そうですね、本当に夢の舞台に私たちが乗っていいのみたいな、ね、何曲ぐらい歌われたんですか。1曲のみだったんですけど、はい、はい、一発勝負ですね。その分ね、緊張感もやっぱあったけれども、はい、どんなライブになりました。お客さんたちがこうサイリウムってペンライトを持ってくださっていて、それをなんかアースマインドカラーが青だってみんな分かってたのか分かんないんですけど、もうブルー一色でこう本当に武道館の会場から上からお客さんが降ってくるんじゃないかなっていう、お客さんが降ってくる感じの、もう感極まっちゃって、これはまた見たいなっていう、なっちゃいますね。それますよね、やっぱ1回目が武道館っていうのはすごくインパクト自分たちにもあるので、またあの景色を
見れるようにやっぱ頑張らないのとなっていうのはすごく思います、ね、今もこうコンスタントにライブとかもされていらっしゃる、ね、ちょうど最近から始めたっていう感じ、ね、今年になって結構、はい、イベント出演が多くなってきていて、ね、はい、これからもまだ、はい、出るきっかけはたくさんあるのでいい感じですね、もうあれですもんね、はい、今月19日、はい、ファーストアルバムリリースということで、はい、パワーオブマインド、はい、どんなアルバムになりました？こっちはあの、まあ、みんなねいろんなことが毎日あると思うんですけど、うん、こうアースマインドからなんかエールとかパワーをくれたらなって思って私たちはこう、うん、約1ヶ月半の制作期間だったんですけど、うん、ちょっと短い中だけどこうギュッと気持ちをもうみんなの思いを重ねながら、うんうんうん、作ったっていうはずだったね、濃い1ヶ月半でしたね。本当に濃 い, いや本当ね、1ヶ月半で新曲を8曲レコーディングしたんですけれども、あ、まあ、そうですか。そうなんですよ、もうあの朝方までレコーディングして、次の日午後1からもうまた集まってっていうような作業をずっと繰り返していた1ヶ月半でした。結構きついですね。煮詰まっちゃったらもう逃げようがないですよね。でもね、そ、逆に言うともう煮詰まる暇がないぐらい、もうやらないとやらないとみたいなぐらいの感じそうなんです。なんか私たち仲いいからかすごいワイワイとかしちゃって、すごいもうテンションが逆に、体力はちょっと疲れてるんですけど、変にこうアドレナリンが出ちゃったり、これアドレナリンが出ちゃうとこう次の日また午後1からだったらこう寝れなかったりとかします？寝れないし、まあ、寝る時間もあまりない状態だったので、まあ、きつい。そうなんですよ、もう寝てないっていうのは当たり前みたいな感じだったので、朝方5時ぐらいにそのチームの中で誰かに電話しても誰かつながるみたいな、なんかその状況でやってました。すごしかったです。楽しかったですね。そんな苦労も詰まった、たくさん詰まったパワーオブマインドですね。はい、このね、アルバムからぜひ1曲、はい、まずはお聴きいただきたいんですけれども、はい、曲紹介お願いします。はい、ではアースマインドで合図。ユキコヤナギ、コヤナギアンファンエリア on FM Fuji and Honolulu Radio KZOOFM 富士とホノルルラジオ系図2つのエリアで放送しています小柳ゆき I'm Fireia。 さてスタジオにはアースマインドのエリナさんとオミさんをお迎えしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。メールが来てます。はい、ありがとうございます。トッキーさんからですね、アースマインドの奏でるサウンドが大好きです。ありがとうございます。ギターとかもそうですが、エリナの奏でる直線的な光線的な歌声にしびれます。もちろんアルバムも期待してますよ、楽しみにしてますということです。嬉しい。今日トッキーさんですか。いらっしゃってる。ありがとうございます。嬉しい。本当あの直線的光線的っていう言葉ぴったりの歌声されてますよね、エリナさんね。行きますもんね。ちゃんと行く綺麗な声をお持ちですけれども、ね、そうですよ、まあ、アルバムも期待してますよということですけれども ね、はい、ね、実はですね、あのソニーミュージックさんで皆さんを担当する藤井彩子さん、はい、ご存知ですか？はい、もちろんです。はい、アースマインドのプチ裏情報を知りました。何聞いてないぞ、その話。聞いてない、ね、ちょっとここでプチ情報、ね、みんな聞いててくださいよ。トッキーさんもね、ちょっと聞いててくださいよ。なんだろうね、動揺しちゃってるけど、それではいきます。いつもたくさんお菓子やご飯に囲まれてレコーディングをしています。そうなんですか？そうなんですよ。そうですね、食欲は半端ないです ね、うちら、もう求めちゃうんで僕たちが、はい、大事ですもんね、食は。食と睡眠、睡眠大事、ね、おにぎり、ちまき、とんかつ、唐揚げ、チョコせんべい、がっつりしたものばっかりですけど。そうなんです、もう今聞いてるだけで食べたくなっちゃう。はい、もう好きで好きで、とんかつだねとか、ね、甘いのもね、全然普通に軽食ぐらいなものも、もう全く関係ないよね。もうレコーディング中にバク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 食べてて、むしろそれの時間でちょっとなんか休憩長引いちゃったらみたいなことは本当しょっちゅうあります。でもあれですね、そうやってこうワイワイみんなさんで楽しく食べてるって、本当に仲良く
されてるんですね。女子会みたいになってますよ。なんか女子会大丈夫です。おみさんいいですね。なんか私たち私より二人の男の子がなんか女子っぽくってマジでそうかな。ショックねちょっとねおみさんそれはないよねっていうね。ジュン君もぜひあの来てもらいたかったんですけどね。ジュン君ちょっと二人のねトークを聞きたかったでしょうね。ギターのおみさんは、はい、静かそうに見えて実は一番熱い男アースマインドの頭脳でもありますということです。そんな言っていただけてでも知性派な感じしますよねおしゃべりしてこうなんかなんとなく聞いてるいやまあ単純に人見知りっていうのが一番ねあの前面に出てるだけではあるかなって気はするんですけどだけどお笑いとかラジオが大好きだからいやだからねそういう話を先にしちゃうとこうハードル上がっちゃうじゃん。そうそうなるほどそんなことはないよ、うん、大好きだけどね面白いんですよ、うんうん、ありがとう、うん、そうなんですか。なんか本当それもねどこ全面にね出てくるね出していただいてねあれなんですかエリナさんは、うんはい、エリナさんはあのどうなんですかその人見知りみたいなそういうことは全然ないですいや人見知りはありますよ、うん、ありますあります緊張して今日もゆきさんどうしようもう好きすぎてどうしようって思って あんまり人見知りでもなさそうな感じ、見せないだけでそうでも今日は緊張してるなって感じがしますよやっぱり、ね、みんなあの、うん、窓の外の皆さんも結構近いですし ねそうなんですよね、そうか緊張してらっしゃるんですね、はい、なんかおみさんがなんだかあの、はいトイプードルを飼っていらっしゃるそうで、あそうですね、はい、髪型がそっくりそっくりですね、はい、もうこのこの確かの感じワンちゃんみたいこう、ちょっとあの茶色のこうソバージュのかかった方ぐらいまでなんですけれども、ね、そうなんですよ ねなんかねギタリストなんですけどねどっちかっていうと犬顔だっていうところがすごくこう全面的に押し出されつつあるなっていうギタリストだけど犬顔な方も結構いらっしゃいそうです、ね、いるんですけどねさらにねこの髪でこう強調されているというか、うん、一緒にねやっぱ暮らしてる期間もやっぱ長いとどうなんですか、ね、似てきますよね似てくるとは言いますよね似てくる、うん、でもトイプードルっていうよりもあれみたい なんか変なこと言うか大丈夫ですよキャバリアあそうぽいキャバリアっぽい一番言われるんです似てますよねそう、うん、この感じがそうなんですよね似てるということですけれども、はい、続いてはいろいろプライベートなお話も伺っていきましょうということで、はい、お休みの日は何をしてらっしゃいます？エリノは私はですねあのアクティブに外に出ることが好きで外に出るの好きなんだ、はい、緑があるところ森林浴だったりとか、うん、自然派なんですよバーベキューとかあーもう好きですねこの間はあの江ノ島に行って山登った山登りました薬杉見た薬杉えそれ江ノ島？あ、間違えちゃった。いや、待ってですから。江ノ島です。海だ。海。海行ったんだ。なんか上に、山ってですか、なんか登り、スカイ。あ、あのね、あれね、なんロープウェイであれする。ロープウェイでしょ？ロープウェイみたいなのあるんですけど、うん、歩いて。江ノ電。江ノ電もありますね。何見てきたんですか？海見たり、シラス丼食べたり。シラス丼美味しいですよね。え、虫は大丈夫ですか？あ、ダメですね。虫はダメなの？虫は嫌いなんですけど、アクティブなんですね。そう。できれば虫を消していきます、ね。ああ、なるほどね。はい、え、オミさんは？僕はですね、もう真逆ですね。引きこもり。引きこもってますね。都内には。ね、住んでるんですけど、パソコン、まあパソコンをしてる時間は確かに長いけど、もう買い物も最近ネットでね、やっぱり注文すること非常に多くなってきてます。全くお店としてない。そうだったんですね。外出てください。こうあのなんていうんですか、買い物するのとか、うん、あの皆さんも好き。好きですね。もう外でちゃんと見て、本当ネットでも選ぶんですけど、うん、結局来て。ちょっと嫌だったら嫌だからちゃんと見に行って店員さんと仲良くお話しして、はい、あのこれどうだよねって言ってちゃんと決める、うんはい、店員さんが寄ってくるのも大丈夫大丈夫ですマジでなんか寄ってダメなんでしょダメですねなるべく寄ってこないでオーラ出しますそう来て来てって感じマジですぐに店員さん呼ぶみたいなすごいアクティブいやすげえななんかこのパッとしたオーラってそういうところから来てるんでしょうね、やっぱね、いいですね明るいっていうのはいいことです本当に、もう突然ですが、はい、どんな異性がタイプですか突然ですねこれ皆さん聞きたいと思いますよ聞いてらっしゃる私はご飯を一生懸命こうガーって食べる人が好きで、うん、なんかこう
吉野家とかですか、一人で男の人がバーって食べてたら、うん、なんか抱きしめたくなっちゃう。そんなこと言ったらみんなチャンスだぞ。そんな外にいるみんな吉牛でグワー食べてる人ほとんどですもんね。見たらたくさんいらっしゃるんですよね。結構こう見ちゃうんですよ外から。吉牛食いっぷりになっていうの見ちゃうんだ。なんかキュンとしちゃうというか、私作ってあげたいってなっちゃう料理も好きなんで。だとするともう皆さん、世の男性はみんなチャンスがありますね。ね、そうですね。なんか一生懸命熱い人だって。あ、そういうところでも、ね、しますね。やっぱね、あの僕ちょっとっていう人は嫌ですもんね。そうそうそう。そうですよね。あのどうですか、おみさんは。僕異性なんていうんですかね。あのまああの。ほどほどに構ってくれればいいかなぐらいな感じですね。まあ、要するにサバサバしてたり、あのべったりされなくても全然いいんですよ。まあ、むしろなんかちょっとツンとされてるぐらいな方が、うん、こっちからやっぱ追いたいじゃないですか。こう気持ちとしては。そうなんだ。じゃあ自分から好きになって付き合ったことはあまりないんですか。まあなんとなくこうタイミングを合いながらっていうことはあるかもしれないですけど。逆ですよね。うん、自分が相手から好きになって告白されたらダメなんですか、はい、っていうタイプ。あ、そうですね。今までの傾向は結構それでごめんなさいみたいなことあったかもしれない。自分が好きにならないと、まあ、とか言ってね、数少ないチャンスをそうやって逃してるわけなんですけど。いや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 、なるほどね。だいぶこう違いますね。好きな場所とかなんかあったりもするんですか。私は暖かい場所、沖縄とか大好きですね。やっぱり海とかが好きなんですね。そうなんです。自然が多いとこがすごい好きで、なんだったら永住したいかなと。海のあるとこに、はい、なんか海似合いそう。大好きだから、そういう海のある写真とか見てニヤニヤしてます、いつも。ニヤニヤするんだ。ニヤニヤしちゃう。東京にいるときは海見れないじゃないですか、なかなか。青い見て、あ、いいなと思って。これ出身どこなんですか。奈良県なんで海がないんですよ。余計にね。うちも埼玉生まれだからないんですよ。海なし県。海なし県憧れるんですよ、ね。海にね。そうなんです。なるほどね。うん、あのオミーさんは。僕は出身は山口県なんですけど、うん、あのこっち上京する前に福岡に長く住んでいたので、うん、今でも福岡大好きですね。福岡はね、うん、ご飯も美味しいし、お姉ちゃん綺麗だし、綺麗だし、本当にいいことづくしですよ ね。先週もね行ってたんですよ、福岡。お姉ちゃんに会いに。いやいやいや、それだったらね、本当もっとウキウキしてたんでしょうけどね。なかなかそうでもない。残念ながら。残念ながらで、あっという間にお時間になる。ごめんなさい。え、エリナさんから、はい、あ、そうだ、エリナさんから何かありますよ。いや、でもユキちゃん、ユキちゃんで大好きで、本当にもう歌いまくってたんですよ。もう学生の頃毎日カラオケ行って、ゆきちゃんの、本当ですか、あなたの基礎を稼いましょう、愛情もう、なんか私の歌歌ってくださったんですよね。そうなんです。番組モノマネじゃないか、モノマネじゃなくて、うん、歌が舞い女決定戦っていうのがあって、いや見たかった。あ、見てほしかった。いや緊張する。でもね、そのね、伸びるような声ですか、うんうん、を保つ、喉を保つことってどうやってらっしゃるんですか、ね、もう酷使したら休めるしかないですよね、うん、やっぱり喋らない、喋らない、もうちょっとでも喋るだけで復活しないんですよね。だからもう一切喋らない、人に会わない、もうこれやらないと復活しないですよ。あらら、じゃあもう辛いですよね、でも喋らないって結構。いや、私何日間も喋んなくて大丈夫なタイプだあれだけれども、それ我慢できなさそうな喋っちゃうとすかさずなんかレコーディング終わったと喋ってるそうなんです元気、はい、休みねって言われるんですけど、ね、そうか、喋っちゃう。声枯れちゃいます。はい、枯れちゃいます、ね、喉弱いんですね。あ、弱いのか、もうじゃあもうちゃんと保湿と加湿と両方して、もうめちゃめちゃしますね。寝る前にちょっとやばいと思ったら薬も飲むし、ケアは欠かさずしてるんですけど。大変でしたね、じゃあね、レコーディングもね。気合入れてましたね、あの時は。絶対壊せないと思って。もうそうですよね、気合で乗り切るしかないスケジュールですね。ちょっと喉に気をつけて、お体に気をつけてあれしてください。はい、それではですね、お別れにもう一曲お届けしたいと思います。はい、曲紹介お願いします。はい、6月19日に発売されるアースマインドのアルバムから光です。ということで、小柳ゆきアルファエリア、アースマインドのエリナさんとオミーさんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ゆき小柳、ゆき小柳アンファンエリアOn FM Fuji.
FM 富士とホノルルラジオケーズ2つのエリアでお送りしている小柳ゆき I'm Fine エリア、続いては IFA インフォメーションのコーナーです。 IFA インフォメーション、 IFA 国際フラワーアレンジメント協会理事長の上村涼子です。ここで FM 富士ホノルルラジオケーズのお聞きの皆さんに IFA インフォメーションのコーナーです。今夜ご紹介するのは IFA フラワーデザイナーの朽木優さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。朽木先生は実はあの IFA のスタッフ講師としても一緒にね今まで、はい、イベントをしたりとかしてきてるんですけども、はい、実は先週まで上海におりました。というのも向こうでですね3年間駐在として生活をしてきたんですよね。先生どうですか、日本帰られて。そうですね、なんかちょっと空気が良くて食べ物も美味しいですし、やっぱり帰ってきたなっていう感じの実感がありますね。そうですよね。私もよくね上海の方には仕事で、はい、行かせていただいたりもしてるんですけども、うん、ここ何年かで全くねこう生活環境も変わってきたりだとか、あとお花の、はい、上海の中心としたその花事情っていうのもどんどん変わってきてるということを聞いてるんですけど、はい、どんな感じなんですか。はい、実際行ってみたらアジア地域、はい、日本と比べてお花がすごく安くてですね、うん、手に入りやすいので、生活の中には結構溶け込んでるなっていう感じが、ね、やっぱりね中国ってなると、うん、生のお花の生産地としても日本でも結構流通されてるんですね。プリザーブドっていうのはどんな感じです。はい、プリザーブドも私たちが最初に志望立ち上げた頃っていうのは、はい、まるで知らない方が多かったんですけれども、そうですね、はい、3年前に私が入った時でも、はい、まだ日本にこうゆかりのある方はご存知だけど、なかなか知らないという感じでしたが、最近では市場とかあとお花屋さんにもアレンジが並ぶようになってます。はい、やっぱりね長く持つっていうものとギフト文化が非常にね中国でも優れているというところもありますものね。はい、うん、上海を中心として、東南アジアであったりっていうところにもね、はい、出張で行かれたりしてたんですけれども、シンガポールとかも結構気温が高いから、はい、成果が持たない、うん、ね、はい、プリザーブド人気って聞いてますよね。そうですね、はい、やっぱり私たち研修をやっていても、うん、生のお花だと持たないけれども、うん、プリザーブドだと長く楽しめるというので、レッスン来られる方も多いですね。はい、一旦こちらで、はい、しばらくは日本の方でお仕事をしていく形になるんですけれども、はい、ちょっとね日本離れてる間に、うん、実は私たちのプリザーブド仕様が変わってきてまして、はい、こういった新しい、うん、こちらはですね桐越陽子先生、はい、マダム桐越先生とコラボをして、はい、旅行上村で活動していこうというものなんですけれども、はい、プリザーブドフラワーのお花を使ったプリンセスドール、うん、はい、こういったものをですね今結構人気が出てきて、こんなのどうでしょう、アジアの方で。で、ね、でやっぱりウェディングかなり盛大に行われるので、こう記念にという形で残したいっていうのも提案できるといいですよね。じゃあまた新たにこちらで落ち着いたら、はい、向こうで中退ということでも考えていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。以上 IFA インフォメーション、お相手は IFA 国際フラワーアレンジメント協会理事長上村涼子と IFA フラワーデザイナーの朽木優でした。それでは小柳ゆきちゃん、引き続きよろしくお願いします。 IFA インフォメーション、 IFA インフォメーションのコーナーありがとうございました。小柳ゆき I'm Fine Area、 それではここで曲をお聴きください。ジェットコースターのカップリングになっています。小柳ゆきでシークレットFM Fuji and Honolulu Radio KZU presents Yuki Koyanagi I'm Fun Area。 FM Fuji と Honolulu Radio KZU2 つのエリアでお送りしている小柳ゆき I'm Fun Area。 それではメールを紹介していきたいと思います。虎の高則さん、高則よりさんからですね。だんだんと季節も夏に向かっていますね。ちょこちょこと暑い日もあるようになってきていますね。ゆきちゃんは夏になったら必ずハマって食べるものはありますか？また夏バテ予防にしている
ことや食べ物などありますか、ということなんですけれども、そうですね、夏になったら食べる、まあ、なんか多分夏になってからちょっと疲れてくるのって、まあ、夏だったりもしますもんね、夏バテですよね。梅干しです私。梅干しはよく食べるんですよ。だからもうこの、あのビルボードブルーノートツアーの時もちょっと疲れが溜まってきたなと思うと、いつの間にかやっぱ梅干し食べてますね。いいんですね、やっぱ欲するんですよね体がね、なんですけれども、夏バテ予防に していること、夏バテ予防にできることって何かあるんですか、ね、予防できること、夏バテなんでしょう、どういうことでしょう、首冷やしたり熱中症だった、その前の段階ですよね。だからね、夏バテってご飯食べれなくなったりするやつですか。そっか、うなぎじゃ、うなぎか。あとは何ですか、なんか知ってる知識あります、ちょっと皆さんもなんか、あの夏バテ、これからの季節ちょっと私もさ、あのライブ始まるし、なんか皆さんの中でこれ夏バテ、私ね、ライブが続くとね、飯が喉通んなくなったりする傾向があったりするわけですよ。これだからちょっと、あのご飯食べれるよっていうさ、こうツルツルのさ、うどんとかさ、そういうのばっかり食べたくなっちゃうから、飯粒もちゃんといけるよっていう風な、なんかその予防対策、あの予防対策しちゃダメよね、対策夏バテ、それなんか、あの知ってる方いたらぜひ送ってください。はい、次のメールは横浜のまこさんから。横浜のまこさん、よく読まれますね、これ毎週読まれちゃうんじゃないの、ビルボードライブも終わり一息ですね、お疲れ様です、突然ですがゆきちゃん、疲れた時に甘いものとかよく言いますが、ゆきちゃんは甘いものと言ったら何が一番好きですか。ケーキとかプリン、いろいろなスイーツありますが、ゆきちゃんの一番教えてください。甘いものの一番好きなの、甘いもの、なんだろう、甘いもの、私なんか甘い、なんか好きって言ってましたっけ、ん、マッコリマカロン、マカロン、そうですね、マカロンを食べますね。何が好きなんだろう、甘いもの、まあ、しょっぱいものの方が好きな傾向はありますけど、特に乾き物ケーキはやっぱあると嬉しいんだけれども、アップルパイ、うちのね母親が作るアップルパイが美味しいのやっぱアップルパイは好きですね。ちょっと酸っぱいのが好きなのかもしれないです、酸味があって。チェリーパイとかも好きです。はいですね、もう一つメールいきます。タカッピさんからです。こんにちは、ツイッターでスタッフツイート始まって、ゆきちゃんとスタッフの方々の写真メッセージ、楽しみにしてます。フェイスブックの進み具合はどうですか早川さんがね、あのこの間来てくださいまして、フェイスブックの使い方を、あの伝授してもらったんですけれども、まずね、あのフェイスブックはですね、あの友、あのあのとあの知り合いの人からつながっていったらいいよって言われたから、知り合いの人とつなげてみました。あの目の前にいる構成参加の人とか、あのスタッフ、本当スタッフの人とかはつながってみたりしたまでやりましたいやっていうか、こっから先どうやったらいいのかが分かんないんだけど、もうちょっとやってみます。全然まだやってみようと思うんですけれども。であとはスタッフのツイートが始まったって、これね、あの私基本的に写真を撮らないしツイートもあんまりしないもんだからあれなんだけれども、だからこう、あの全然関係ない、私が何かやってる時って写真撮ってもらうことないじゃないですか。それをね、あれやってくれるからね、いいですよね。今までツイートしなかったこともツイートできてということでね、そのアンさんがいなくなっちゃったから、これからどうしようかと思ってるんだけれども、頑張っていきたいと思います。今後ともよろしくお願いしますということで、以上メールの紹介コーナーでした。ユキコヤナギアンファンエリアオン FM フジWe can go anywhere!
FM 富士とホノルルラジオ K2 2つのエリアでお送りしてきた小柳ゆき I'm Fine や、あっという間にエンディングでお別れは小柳ゆきで We Can Go Anywhere ライブバージョンを聞きながらです。今日はですね、アースマインドのエリナさんとオミさんね、お越しいただいたんですけれども、ファーストアルバムね6月19日リリースということで、パワーオブマインドね、ライブもね武道館で初ライブもやって、これからもどんどん素敵なねあれを見せてくれるんでしょうね。はい、さて来週のこの番組は生放送ではございません。気をつけてください。いつもスタジオビビッティにお越しいただいている皆さんね、ご注意ください。そして残念ながらユーストリームとの連動もございません。地方の皆さんは au のリスモウェーブ、リスモウェーブ、うん、などでぜひお楽しみください。さてこの番組ではメールお待ちしてます。質問、相談、曲のリクエスト、販売情報、何でもお寄せください。メールアドレスはゆきアットマーク fmfuji.co.jp、 ゆきアットマーク fmfuji.co.jp です。さて最後は小柳ゆきからのお知らせです。6月はね、来週からです。ライブハウスツアー東北と九州に行きます。来週は盛岡と仙台ね。さてそして映画爆心長崎の空ね、主題歌ひまわりは初夏リリースの予定です。6月にはですね、赤坂ブリッツ 2days を、あ、9月ですね、6月、今月になっちゃいますね。9月には、赤坂ブリッツ 2days をはじめ東京大阪、名古屋ね、東京大阪名古屋でライブやります。詳しくは小柳ゆきホームページをご覧ください。それではまた来週もですね、日本とハワイ2つのエリアでお会いしましょう。小柳ゆき I'm Fine エリア、お相手は小柳ゆきでした。バイバイ&マハロー。